健太くんと土田くん、デコボココンビがこうして誕生したのです。さあ、いよいよドッグライフがスタート。二人の大冒険はここから始まった。しかし、生まれてから2ヶ月間を過ごした遠藤愛犬学校ともいよいよ別れ。ありがとうございました。はい、いろいろ勉強してもらいました。2人の暮らす家は遠藤愛犬学校から歩いて5分。2人のために用意した新居、気に入ってくれるかな。ここでいよいよ2人の新たな生活が始まります。こっちにいるのか、これとは